ゴリータはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部、サンタバーバラ郡の南部に位置する都市である。郡内では長い間最大の未編入領域だったが、2002年に市政を執行した。2000年国勢調査での国勢調査指定地域として、の人口は55,204人だったが、この時の調査範囲のうちかなりの部分は、新士の領域に入らなかった。 このために2010年国勢調査では人口29,888人となっている。ゴリータ市の近くにはカリフォルニア大学サンタバーバラ校がある。現在ゴリータ市となっている地域には数千年前からチュマ種族インディアンが住んでいた。最初のヨーロッパ人開拓者からはカナリーニョと呼ばれていた。チュマ種族の最大の集落は ゴリータシチの北にあったサクスピリルであり、現在のサンタバーバラ空港に近い。最初にこの地を訪れたヨーロッパ人は、フアン・ロドリゲス・カブリリョであり、1542年に船で通り過ぎた。1980年代に、海浜で16世紀の大砲がいくらか発見されたことにより、フランシス・ドレーク卿が1579年に、 ゴリータシッチに船で入ったという学説が信憑性を帯びるものになった。ドレークはここで船の修理のために数週間を過ごした。18世紀、2つのスペインに遠征隊がこの地域に入った。2つ目の遠征隊は東部にサンタバーバラ・プレシドと伝道所を設立し、チュマ種族をカトリックに改収させ始めた。19世紀、多くの木で覆われていた。 この地域の大半は伐採され、牧場が主要な土地の利用法だった。1840年代後半、メキシコの土地特許ランチョドスプエブロスを取得した、ニコラスエーレンとランチョラゴレタを取得した、ニコラスの義父ダニエル・エイヒルが、ここで生育した牛の肉を、カリフォルニアゴールドラッシュで着ていた数多い甲府に売った、ことで裕福になった。 ゴリータバレーは19世紀後半から20世紀前半にかけて結出したレモンの生産地域となり、土地の大半は農業に使われていた。これに加えて特にエルウットメサなどいくつかの地域で石油と天然ガスの開発が行われた。1920年代飛行術の開拓者たちが農業のために沈霊を置いていたゴリータ湿地の一部を使って離着陸の練習を始めた。 元は、日型だった。この土地の権利は不明だった。1940年から、サンタバーバラ氏の開発推進者たちが、ロビー活動を行い、連邦予算を獲得し、ゴリータシッチに公式に空港を開発する再建を発行した。1942年に、日本の潜水艦が沖に現れて、エルウッド油田を砲撃した時に、空港あるいは少なくとも、 軍事用航空基地の必要性が明白になった。これは第二次世界大戦中にアメリカ合衆国への直接砲撃の一つとなった。海兵隊が空港管制のための工事を引き受け、現在カリフォルニア大学サンタバーバラ校のキャンパスとなっている場所には弊社を建てた。戦後、ゴリータバレエ住民はカチュマ湖の建設を支持し、これで 家屋建設ブームを可能にする浄水を供給し、この地域には研究や航空産業の会社ができた。1954年、カリフォルニア大学サンタバーバラ校が元海兵隊基地の一部に移転した。航空宇宙産業の発展とともに、この街は農業中心の社会からハイテク産業の街に変わった。ゴリータは現在ハイテク産業の中心地と隣接する。 サンタバーバラ氏のベッドタウンの役割を続けている。ゴリータは、市政を執行するための試みが何度も行われた。後の2002年に市政が敷かれた。ゴリータとサンタバーバラ氏の間に、かなりの広さの都市化地域が未編入で残ったままであり、そこは2002年以前の住民投票で、市政執行に反対してきた地域が大半である。この地域を併合する議論もあり、 サンタバーバラ市からはノーリータというあだ名で呼ばれることもある。またすぐ南にあるアイラビスタの学生が多い町は意図的に外された。ここは郵便番号や多くの社会資源などはゴリータと共有している。ラフコの執行役員はその理由として政治的不可能性を挙げている。ただし、この問題に関する過去の住民投票結果はアイラビスタを含むゴリータ氏が 住民投票にかけられた場合は通過した可能性があることを示している。現在のゴリータ市市域は地図で見ることができる。2000年国勢調査では国勢調査指定地域としてのゴリータの数字が上げられており、市政を敷いたゴリータよりかなり大きい。2002年推計での主人公はカリフォルニア州知事計画研究所によれば3904人だった。 2006年1月30日、ジェニファー・サン・マルコが郵便局員6人を含む7人を射殺し、その後に自殺した。場所は彼女が以前に雇われていた郵便仕分け施設だった。この事件はアメリカ合衆国で女性によって行われた職場での大量射殺事件としては最大のものと考えられている。ゴリータ市の多くは静かな地域社会と考えられているが、 サンタバーバラは観光客の大半や地域住民と引き付ける傾向にある。ゴリータは都市スプロール現象にうまく対応しているが現象そのものは存在している。2008年山火事のギャップファイアは数週間の間に延べ9000エーカー以上を焼き7月29日にやっと沈下した。カブリリョビジネスパークエルウッドメサオープンスペースの 大川まだらの群れゴリータ市の土地用途は6種類のものの混合であり、重工業地帯のみがない。アメリカ国道101号線の北は1950年代後半から1970年代に建てられた住宅地区であり、これに新しい集合住宅やいくつかのゲーテッドコミュニティが混じり、また三体熱山脈のふもとにある大邸宅を要する低人口密度地域が入っている。 彼レアルに沿った商業地帯はこの町のいくつかある事業地区の一つである。国道の南はオールドタウンであり、ホリースターアベニューのフェアビューアベニューからカリフォルニア州道217号線交架交差点までを中心にしている。この商業地域に隣接して古く時と,として低水準の家屋がある地域がある。ここは軍南部で最も貧しい人々が住むところである。 オールドタウンと空港の間でフェアビューアベニュー南に沿った地域は、蛍光業地帯であり、サンタバーバラ群南部では、数少ない地帯である。そのさらに西、ストローク道路とホリスターアベニューの交差点近くは、スーパーセンターを含む大型ショッピングセンターであり、地域外からも企業を引きつけている。この地域は、神のレアルマーケットプレイスと呼ばれている。それに隣接して、 カブリリョビジネスパークと呼ばれる新しい企業団地がある。ショッピングセンターに隣接しさらに西1マイル以上の地域は住宅地区であり、建設年代は1960年代である。ここには近くのカリフォルニア大学サンタバーバラ校から溢れた学生を受け入れる高密度のアパートがある。市内には、ストー公園、ロスカルネロス校及びコロナードバタフライ保護地区などいくつかの 重要な公園がある。エルウッドメサオープンスペースには太平洋を見下ろす崖の上の道路とカリフォルニア大学サンタバーバラ校の海浜から行くことができる。軍立ゴリータ海浜公園は地域のすぐ外にある。ゴリータはサンタバーバラ市から約8マイル西にあり海岸に沿っている。近くにはカリフォルニア大学サンタバーバラ校のキャンパスやアイラビスタの学生街がある。 サンタイネス山脈のふもとにあり、そのために地元ではサンドーナーズと呼ばれる突然の極端に熱い風が吹くことがあり、これはロサンゼルスやサンディエゴで吹く有名なサンターナ風に類似している。これは山岳部の内陸側から乾燥した空気を含む高気圧がゴリータの側に吹き下ろすときに加熱されるものである。1859年6月17日。 サンドオーナーが吹いて、急速に気温を、下肢133度まで上げた。人々は即座に日陰に対比することを強いられた。風が弱まると、動物や植物が大量に死んでいた。これは1913年まで、アメリカ合衆国での最高温度記録となっていた。ゴリータは、北緯34度26分26秒、整形119度48分49秒。 北緯34.44056度整形119.81361度、34.44056-119.81361に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は26.4平方マイルであり、この内陸地は26.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.38%である。 デッカー・アッツ・アウトドア・コーポレーションが市内に本社を置いている。ゴリータの包括的年間財務報告書2008年版によれば市内の大きな雇用ストップ14は以下の通りである。以下は2000年の国勢調査による国勢調査指定地域としての人口統計データである。市内の公共教育はゴリータ統合教育学区とサンタバーバラ高校学区が管轄している。 学区内に小学校は10校、中学校と高校は各1校ある。他に小規模の私立学校もある。5人の委員会からなる市政委員会は臨番で市長を務めている。市政委員会は企画機関としても機能している。委員会の会議はテレビ放映されるが、企画機関の集会は放映されない。カリフォルニア州は市政執行をしかるべき機関内に 最初の総合計画を立案することを求めているが、いまだにこれが採択されておらず、計画や開発の検討に遅れを生じている。ゴリータビーチと三体熱ン脈屋市の木々の向こうにサンタバーバラ空港が見える。左側の橋はカリフォルニア州道217号線。公共交通はすべて軍が運行している。複数の都市圏交通地区のバスが市内を走っている。 市内の主要幹線はアメリカ国道101号線であり、その他の大通りはホリースターアベニューとカセドラ・ロークス道路である。その他に彼であるストローク道路、またはクレーン・アニー道路、ロスカルネロス道路、フェアビューアベニュー及びパターソンアベニューがある。都市間交通はアムトラックが列車を運行しており、ゴリータ駅から利用できる。サンタバーバラ空港がゴリータ南西部にあり、 ホリースターアベニューとフェアビューアベニュー南の交差点に近い。この空港はサンタバーバラ都市圏で利用され、7つの航空会社が10の直行便を運航している。ありがとうございます。